吉川英治作「宮本武蔵」「炎妙の巻」より「かの人」「この人」ぬいの助は急いできた主人の長岡佐渡が今朝船島へ出向くまでに間に合うようにと言いつけられた六名の屋敷をそれぞれ駆け回って武蔵の返書と次第を告げ どこでも茶物もまず引っ返してきた途中なのであるあっ巌流の彼はその急ぐ足を求めて思わず物陰に佇んだそこは小浜奉行の役宅から半兆ほど先の海辺だったそこの岸からは早朝よりたくさんの藩士が今日の試合の立ち合いや剣死やまた 不慮の場合の警備だの試合上の準備だのとして番頭いか足軽組まで幾組にも分かれて続々と船島を指して先発していた今もお船手の藩士が一艘の新しい小舟を寄せて待っていた船板から水ぼうきや藻合の城縄まで下ろしたばかりの真新しい船だった 縫いの助は一目見てそれはこうから特にゅ流へ下された船と知った船に特徴はないがそこらにたたずんでいる百名以上の人々の顔ぶれがみが日頃ゅ流と親しいものかあるいは見慣れない顔ばかりなのですぐ知ったのであるおうおいでになった見えられた人々は船の両側に立って 同じ方角を振りいいていた磯松の影から縫いの助もかなたを見ていた小浜武行の休みどころに乗ってきた駒をつないで佐々木巌流はしばらくそこに休息を取っていたものと見えるそこの役人たちにも見送られ巌流は日頃の相場を託していたそして友として 内弟子の辰之助一名を連れ砂を踏んでこなたの船の方へ歩いてきた人々は岩流の姿が近づいてくるにつれ宿としておのずから列をなし彼の道を開いていたそれと人々はその日の岩流の晴れのいでたちに甲骨として自分たちまでが武者ぶるいのようなものを覚えた。 巌流は浮き世りの白絹の小袖に目の覚めるような正常比の袖なし羽織を重ね葡萄色の染め革のたっつけを履いていた足ごしらえはもちろんわらじ少し示してあるかに見える小刀は日頃のものであったが大刀は仕官以後は遠慮して刺さなかった例の無名 しかし肥前長光とも言われている哀悼物干座王を久しぶりにその洋館に長やかに横たえていたその刀は三尺余もあるので見るからに技物と思われ送りの人々の目を見張らせたがより以上その長剣が少しも不似合いでない彼の優れた骨柄と「正常碑の真っ赤なのと」と 色の白いなてとそして眉も動かさない落ち着いた態度の美に何か宗聴なものを見ていた波音と風に紛れて紫之助がいる辺りまでは人々の声も巌流の言葉も聞こえてはこなかったが巌流の表にはこれから生死の場所へ望むものとは見えぬ和やかな笑みが遠くからでも明るく見えた。 彼はその笑みをあたう限りうゆ遊にまんべんなく振りまいてやがてどよめくんしゃに包まれながら新しい小舟へ乗った弟子のの之助も乗った船手たのん士が二人乗り込んで一名はよしに腰掛け一名は炉を握るそれと もう一つの友のものは辰之助の拳に携えてきた鷹の天弓である小舟が岸を離れると一斉に歓声を送った人々の声に驚いたのであろう天弓はパッと一つ大きく翼を打った浜辺に立って見送っている人々はいつまでも立ち去らなかったそれへ応えて ゅうも船の中から振り向いていたうこぐのもことさら船を早くやろうとはせず大きくゆるく波を切っていたそうだ時刻が迫ったお屋敷の旦那様にも早縫いの助は我にえってたたずんでいる磯松のげから急に帰りかけた一方 対岸のの赤間が関にある武蔵の方。早朝、長岡家の使いとして縫いす助といおりの2人が武蔵の返書を携えて立ち返って行った後、彼の身を寄せている海鮮丼屋の主小林太郎左衛門は浜名屋の路地伝いに店先へ姿を見せ「け、さすけはいないか」と探していた。 サスケというのは大勢の雇い人の中でもよく気のつく若い者で住まいの方でも重宝に使い暇があると店の方を手伝っていた船付きの架橋の方からサスケでございます大旦那何かご用でございますかおおサスケか別に他の用じゃないがお前には今日大役を頼んである 念を押すまでもなな。いが、だろうなへいよーく心得ておりまする。こんな御用は船し一台のうちにもないことだと思いまして今朝はもう暗いうちから起きて水彫りをかぶって新しいさらしで下っ腹を巻いて待っておりやすんで。じゃあゆうべも言いつけておいたが船の支度もいいだろうな。別に支度といって何もございませんが。 たくさんなはしけの中から足の速いそして汚れのないのをよってすっかり塩をまいて船板まで洗っておきましたいつでも武蔵様の方さえお支度がよければお供をするようになっております太郎左衛門はまたそして船はどこへつないでおいたかと尋ねたすけがいつもの船付きの騎士にと答えると 太郎左衛門は考えていたがそこではお立ちの際人目につくどこまでも人目立たぬようにというのが武蔵様のお望みどこぞを他の場所へ回しておいてもらいたいのかしこまりましたではどこへつけておきましょうか住まいの裏より二丁ほど東の浜辺あの平家松のあるあたりの岸なら 往来もまれだし人目にもそうかかるまいそう言いつけている間も太郎左衛門は自分までが何やら落ち着かぬ様子だった店も普段と違って今日はめっきり暇だった根の刻杉まで開門の船往来が止められているせいもあろうしまた対岸の文字ヶ関や小倉とともにその長門を一帯でも すべてのものが船島の今日の試合を心がかりにしているせいもあろう。そう思って往来を眺めるとどこへさして行くのかおびただしい人手であった。金藩の武士らしい人々、浪人、儒者風の者、家事、塗り師、鎧師などの匠たち、僧侶から雑多な町人や百姓までが、 その中には、ずきだのいちめガさだの,の女の匂いをも群れ立てて、同じ方角へ流れていくのだった。はよ、小屋い。泣くと捨てていくぞよ。漁師の女房たちであろう。こう背負ったり、手を引いたり、今が今にも何事かあるように、わめいて通るのもあった。なるほど、これでは。と、 太郎左衛門も武蔵の気持ちがわかる気がした。武蔵様はどこにおいでか朝のご飯は差し上げたかもうお済みでございます。そろそろお支度中かいいえ、まだ。何をしていらっしゃるのだ絵を描いていらっしゃるようです。絵をはい。 ああ、そうか。心ないおねだりをした。いつぞや絵の話が出たおり、何ぞ一筆でも、後の思い出にも、と、わしがご無心しておいたので。今日、船島までお供をしていくサスケにも、一筆片見に書いて使わすと、おっしゃっておいでになりましたから。サスケにまで。太郎左衛門はつぶやいて、 急にに自分が落ちち着かかない気持ちにせかれた。「もうこうしている間にも時刻は迫るし見えもせぬ船島の試合を見ようと騒いでいくたくさんの人たちもああして往来を押し流していくのに絵などの沙汰ではない」。そして武蔵のいる襖の方へ立っていったそこはヒ素と締め切ってあった。 筆、り、筆洗いなどを置いて、武蔵は弱として座っていた。すでに書き上がっている一様の画線には、柳に詐欺の図が書いてあった。が、前に置いてある紙には、まだ一筆も落としてなかった。白い紙を前にして、武蔵は何を書こうかと考えているらしい。 白い紙は無の天地と見ることができる一筆の落木はたちまち夢中に「う」を生じる雨を呼ぶことも風を起こすことも自在であるそしてそこに筆を取った者の心が永遠に絵として残る心に横島があれば横島が心に「抱きがあれば打機が 正気があればまた正気の跡が覆い隠しようもなく残る。人の肉体は消えても墨は消えない。髪に宿した心の方はいつまで呼吸してゆくものやら測りがたい。武蔵はそんなこともふと思う。そして筆持つ手が我でもなく人でもなく心が心のまま 白い天地に行動するのを待っているような気持ち。その姿に狭い一間は弱としていたのである。ここには往来の騒音もなければ今日の試合もよそごとのようだった。ただ中庭の壺の竹が時折かすかなそよぎを見せるだけで。もし、 音もなく、いつか彼の後ろの襖が少し開いていた。あるの太郎左衛門であった。そっとそこをうかがったものの、あまりに静かな彼の姿に、呼びかけるのさえはばかれて。武蔵様、もし、せっかくお楽しみのところをお邪魔いたして恐れ入りますが、彼の目にも、 むさしのそうしている様子はいかにも絵に楽しんでいる姿に見えたのだったむさしは気がついておうゅどのかさは入られそのようにいぎわで何をご遠慮いえ今朝はもうそうしてもおられますまいやがてお時刻が迫りまするが承知していますお肌着やいし、 手ぬぐいなど、お支度のものを取りそろえて、次の部屋に置きましたゆえ、どうぞ、いつなりとも。かたじけのうござる。そしてまた、手前どもへくださるための絵でございましたなら、どうぞ、もう、お捨て置きくださいまして。また、守備用船島からお帰りの後には、ゆるゆると。お気遣いなさるな、どうやらけさは、 すがすがしゅうござるゆえかようなときに、でもじこくが、ぞんじています。では、お支度にかかるときにはおよびくださいまし、あちらでひかえておりますから。おそれいるのを、どういたしまして。かえってじゃまをしてもと、たろうざえもんがさがりかけると、あ、ていしゅどの、 武蔵の方から呼び止めてこう尋ねた。この頃の潮の満ち日はどういう時刻になっておろうか。今朝は引き潮時でござるか、揚げど時でござろうか。太郎左衛門は問われると喧かに。はい、この頃は明けのうの国から立つの間に潮が引き切りまして。さよう、もうそろそろ潮が揚げ始めている頃合いでござりまする。 と答えた武蔵はうなずいて「さようか」とつぶやいたきりまた白い画線に向かって黙念としていた太郎左衛門はそーっと襖を閉めて元の座敷へ下がっていった人ごとでなく気にはかかるがどうしようもなかった元の位置に自分も落ち着くつもりでしばらく座ってみたが 時刻が時刻がと思うと座ってもいられなくなるついたって浜座敷の縁へなど出てみた開門の尾は今本流のように動いていた浜座敷の下の干潟へも見ているうちにひたひたと尾は上げてくるするとどこかで「太郎左衛門殿太郎左衛門殿!門殿」 声は家の外だった。庭先の下の干潟へ細川藩の早船が一層こぎ寄せていたその早船の上に突っ立っている侍が呼んだのだ「おう縫いのすけ様で縫いのすけは船から上がらなかった縁に太郎左衛門の姿が見えたのを幸いにそこから仰向いて武蔵殿にはもはや お出ましなされたた。か、と尋ねた太郎左衛門が「まだ」と答えると縫いの助は早口に「では少しも早くご用意を整えてお出向きくださるようお伝えください」「すでに相手方の佐々木巌流殿にも犯行のお船にて島へ向かわれたし主人長岡佐渡様にも今しがた小倉を離れましたれば」「かしこまりました」 くれぐれも卑怯の名をおとりなさらぬよう、老しんまでに一言を。言い終わると先をせくように、早ねはすぐ老返してこぎさった。が、太郎左衛門もおつるも奥の静かな一間を振り向いたのみで、そのままわずかな時間を長い気持ちで縁の端に並んで待っていた。 けれどいつまでも武蔵のいる部屋の襖は開こうともしなかった物音らしい気配も漏れてこなかった二度目の早船がまた裏の干潟について一人の藩士が駆け上がってきた今度の使いは長岡家の召使いではなく船島から直に来た藩士であった襖の音に 武蔵は目をいいていた。でおつるが声をかけるまでもなかった二度まで催促の便が早船で来たよしを告げると武蔵は「そうですか」「二個とただうなずく黙ってどこかへ出て行った水屋で水音がする一睡した顔を洗い髪でも慣れつけているらしい」 その間おつるは武蔵がいた後の畳へ目を落としていたさっきまで白紙だった紙にはどっぷり墨がついている一見ものようにしか見えないがよく見るとさん山水の図であった絵はまだぬれていたおつる次の間から武蔵が言うその一図はご主人にあげてください またもう一図は今日ともをしてくれる先導のすけに後でお使わしください。ありがとう存じます。意外なお世話にいなったが何のお礼とてもできぬ。絵は片身代わりに。どうぞ今日の夜にはまた夕べのようにお父様と共に同じともし火のもとでお話ができますように。おつるは念じてい。 次の間では絹の音がしていた武蔵が身支度しているものと思われたふすま越しの声がしなくなったと思うと武蔵の声はもうかなたの座敷で父の太郎左衛門と何か二言三言と話している様子だった「おつるおつる」やがて父の呼ぶ声だった「おつる」 何をしておるお立ちになるぞ。はや、お立ちになるぞ。はい。我を忘れて、おつるは駆け出していった。と見れば、武蔵はもうわらじを履いって、庭の木戸口まで出ている。彼はあくまで人目立つのを避けていた。そこから浜伝いに少し歩けば、サスケの小舟がくから待っているはずだった。 店や奥の者四五人が太郎左衛門と共にそこへ出て木戸口まで見送ったおつるは黙って皆と一緒に頭を下げたおさらば最後に武蔵が言ったつむりを下げそろえたまま誰もつむりをあげなかった武蔵はしおりの外へ出て静かにしおり戸を閉め もう一度言った。ではごきげんよう。人々がつむりをあげたときはもう武蔵の姿はかなたを向いて風の中を歩いていた。振り向くか振り返るかと太郎左衛門をはじめ取り残された人々は縁や岩垣から見守っていたが武蔵は振り向かなかった。 あんなな。ものかなお侍というものはなんとあっさりしたものじゃろう誰かつぶやいた太郎左衛門の住まいの裏から浜辺伝いに一丁ほど歩むと大きな一つ松がある平家松とこのあたりで呼ばれている松先に小舟を回して雇い人の佐助は今朝 遠くからそこに待っていた。武蔵の姿が今その辺りまで近づいたかと思うと誰か「お先生武蔵殿」バタバタと足元へまろび伏すばかりに駆け寄ってきたものがあった一歩敷居を踏んで出た武蔵には今朝はもう何も頭になかった。 多少の思いはみな真っ黒な墨に込めて白紙の上へ一層の水墨画として入ってしまった感じであるその絵も我ながら今朝は気持ちよく描けたと思うそして船島へ牛尾に任せて渡ろうとする気持ちには何ら常の旅立ちと変わったところはなかった今日かしこへ渡って 再びここの岸へ帰れるか帰れないか今の一歩一歩が死の笛へ向かっているのかなお根性の長い道へ歩んでいるものかそんなことすら思ってもみなかったかって22歳の早春一乗寺下がり松の決戦の場所へ誇見を抱いて望んだ時のような ああした満身の毛穴もよだつような悲壮も抱かなければ干渉もない。さればといってあの時の104人の大勢の敵が強敵か今日のただ一人の相手が強敵かといえば右郷の百人よりもただ一人の佐々木小次郎の方がはるかに恐るべきものであることはもちろんだった。 武蔵にとっては、生涯、またとあるかないかの、今日こそは、大難に違いなかった。一生の大事に違いなかった。が、今、自分を待つ佐助の小舟を見て、何気なく急ぎかけた足元へ、自分を先生と呼び、また武蔵殿と呼びかけて、まろびふした二人のものを見ると、 彼の平静な心は一瞬揺れかけた「おう権之助ではないか」「馬場殿にも」「どうしてここへは」「不審そうに言う彼の目の前に旅びあかにまみれた武蔵権之助とお杉馬場とは浜砂の中に埋まるように座って手をつかえていた」「今日の試合イチゴのお大事と存じまして」 ごんのすけの言葉についで、ばばも言った。お見送りにのう。そしてまた、わしはそなたに今日までのわびごとをしに来ました。はて、ばばのがこのむさしにわびごととは、許してたもん。むさしな長い間のばばが心へ違いを。えむしろ疑うばかりに、 武蔵は彼女のそういう表を見守って「ばば殿それはまたどういう気持ちでわしをおっしゃるのか」「何も言わぬ」「ばばは胸に両手を合わせて今の自分の心の姿を形に見せた」「ぎ越方のことごと一つ一つ言うたら懺悔申すにも懺悔しきれぬほどあるが全てを水と流してたも」 武蔵殿許してたも。皆いうえに迷うたわしの過ちであった」。じっとその姿を見入っていた武蔵は「なもったいなし」と言わぬばかりににわかに膝を折って馬場の手を取って不潮がみしばらく顔もあげえなかったのは胸も詰まって涙が突き上げそうになってきたからであろう。 ババの手もわなわな震え、彼の手もかすかにおののいていた。ああ、武蔵にとって、今日は何たる吉日でしょうか。それ聞いて、今死ぬも、まどいなき心地がしまする。はっきりと何か真実のものが見て取れた喜び。ババ殿のお言葉を信じまする。そして今日の試合には、一層、 すがすがしい心で望めると存じまする。では、許してくださるか。何の、作用におせられましては、むさしこそ、遠い以前にさかのぼって、ばばどのの前に、いくえにも、わびせねばなりません。うれしいや。ああ、これで、わがみは心までかろうなった。じゃが、むさしどの、もう一人。 世にも不憫なもなの、ぜひにもそなたに救うてもらわねばなりませぬぞい。ばばはそう言って武蔵の目を誘うように振り向いた。と見ればかなたの松の木陰にさっきからじっとうずくまったまま顔も上げずに咲いている露草のような弱々しい女性の姿があった。言うまでもない。 それは、お通であった。お通は、ついにここまで来た。ついに来た、という姿であった。手に、一目傘を持って、杖と病を持って、なお、燃ゆるばかりのものを抱いていた。その、激しい炎のごときものも、しかし、驚くばかりやつれた体に抱かれていた。 むさしが見たとたんにも真っ先にそれをはっと感じた「あおつ」ようぜんと彼は彼女の前に立っていたそこまで黙々と運んできた足をすら忘れていたかなたに置き残されたのすけもばばもわざと寄ってこなかったむしろ身を消してこの浜辺を 彼と彼女との二人だけのものにしてやりたい気持ちすら抱いた。おつうさ参加。それだけの男性が武蔵にも精一杯な言葉だった。この年月の空間を単なる言葉でつなぐにはあまりにも多痕でありすぎた。しかも問うにも語るにも。 今はそうしている時刻の余裕すらもすでにないのである。体がよくないようだが、どんなだな。やがて言った、ぽつりと前後もない言葉だった。長い死のうちの一句だけを積んでつぶやくように。ええ。お通は感情にむせて、武蔵の表へ 人見さえあげえなかった。が、性別となるか、死別となるか、この大事な一瞬を、いたずらに取り乱したり、むなしく過ごしてはならないと、自ら戒めているらしく、じっと理念の中に自分を努めて、冷ややかに守っていた。かりそめの風か、それとももう長いわずらいか、どこが悪い そして近頃は、どこに、どこに身を寄せておるのか。七宝寺に戻っております。去年、秋の頃から。何、ふるさとに。A。初めて彼女の瞳は武蔵をじっと見た。深い湖のように目は濡れていた。まつげは辛くも溢れるものを支えていた。 ふるさと、みなしごの私には人の言うふるさとはありませんあるのは心のふるさとだけですでもばどのも今ではそなたに優しゅうしてくれる様子何よりも武蔵はうれしい静かに病を養ってそなたも幸せになってくれよ今は幸せでございますそうか それを聞いて、わしも少しはんじてゆかれる。おつう。膝を折った。ばばやゴンのけのひとめを感じるので、彼女はいすくんだまま余計身を縮めたが、むさしは誰が見ていることも忘れていた。痩せたなあ。と、かきだかぬばかり、背に手をのせて、 熱い息を弾ませている彼女の顔,へ顔を寄せて「許せ」「許してくれい」「釣れないものが必ずしも釣れないものではないぞ」「そなたばかりが」「うわ分かっております」「分かっているか」「けれどただひと言おっしゃってくださいませ」つ「つ妻じゃと」 一言。わかっておるという口のもとに、言うてはかえって味ないもの。でも、でも。お通はいつか全身でおえつしていた。突然懸命な力で武蔵の手を掴んで叫んだ。死んでも、お通は死んでも。武蔵はねんと、 大きくうなずいてみせたが細くて恐ろしく強い彼女の指の力を一つ一つもぎなすと振りのけるようにしてつっ,ったった「武士の女房は出陣にめめしゅうするものでない」「まろうて送ってくれい」「これきりかもしれぬ夫の船出とすればなおさらのことぞ」 たに人はいたけれど二人のわずかな間のたらいを妨げるものはいなかった。ではお通はもう泣いていなかった。いやしいてほほえんで見せようとさえしながらわずかにやっと涙をこらえ止めて。ではおさらばゆうとむさしは 大股に浜辺の波際へ向かって歩み出したお通は喉まで突き上げてきた最後の言葉をそのせいついに言えなかったなぜならば武蔵が背を向けたはずみにもう泣くまいとしていた涙が棒だとなって武蔵の姿すら見えなくなってしまったからである岸に立つと 風が強い。武蔵の瓶の毛を、たもとを、袴の裾を、塩のかの強い風が、さつさつと、殴って通った。サスケ。そこにある小舟へ呼ぶ。サスケは初めて振り向いた。さっきから、彼は武蔵の来たことを知っていたが、わざと小舟の中で、荒ぬ方へ目をやっていたのだった。 武蔵様、もうよろしいのでございますかよし、船を、もう少し寄せてくれ。ただいま。すけはもやいをとき、竿を抜いて、その竿であさせをついた。ひらっと武蔵の身が、そのよしへ飛び移ったときである。ああ危ないおつさん松の陰で声がした。上太郎である。 彼女と共に姫路からついてきた青木丈太郎だった。丈太郎も一目死の武蔵にと志してきたのであったが最前からの様子に出る死を失って木陰のあたりにやはりあらぬ方へ目をやったまま佇んでいたものらしかった。ところが今武蔵が足を大地から離して 船の人となったかと見えた途端に何を持ったかお通が水へ向かってまっしぐらに駆け出したので丈太郎はもしやとすぐ気を回して危ないと思わず追いかけながら叫んでしまったものだった彼が彼一人の臆測で危ないとどなったために権之助も馬場もすべてがお通の気持ちをとっさにはき違えたものらしく どこへ丹漁なと左右から慌ただしく駆け寄るなり三人してしかと抱きとめてしまった。いいえ、いいえ、お通は静かに顔を振ってみせた。肩で息こそあえいでいるけれど、決してそんな浅はかなことをと笑ってみせるように抱き支えた人々へ安心をこうた。どう どうしやるつもりか。座らせてくださいませ。声も静かである。人々はそっと手を離した。するとつ通は波打ち際から遠くない砂地へ折れるように座った。しかし襟元もみのほつれもきりっと直して武蔵の船のよしへ向かい、 お心置きなく、行っていらっしゃいませ。と、手をつかえていった。ばばも座った。ゴンのけも、た太郎も、それにらってピタと座った。た太郎はついに一言も、この際を、死と語ることもできなかったけれど、その時間だけ、お通に分け与えたのだと思うと、 悔やむきもちはすこしもおこらなかった。